はい、皆さんこんにちは、キトです。今日の雑談は車の話なんですけども、ついにクラウンセダン乗ることができました。今日はそのことについてね、お話をしようかなって思うんですけども、この車なんですけども、クラウンね、新型になって4つのコンセプトで新型が発売されたんですけども、第3弾のセダン、これに今日は乗ってきました。車を買おうと思って今いろいろ試乗させてもらってるんですけども、今日はクラウンセダンについてお話をしていきたいと思います。この車なんですけどもすごいんですよ。全長がね、5メーター超えてるんですよ。5030ミリ、幅が1890、高さが1475、ロングノーズ、ショートテール、クラウンがここまで進化するとは思いませんでした。12代目のクラウン、ゼロクラウンっていうクラウンに昔乗ってたことがあるんですけども、その頃と比べるとここまで来たのかっていうような感じがしたんですけども、非常に素晴らしい仕上がりになっています。185馬力なんですよ。185馬力ってちょっと思いました。パワーが足りないんじゃないかなって思ったんですけども、それには理由があると思うんですよ。この車格で180馬力しかないんですよね。せめて270馬力ぐらいは欲しいかなってちょっと思ったんですけども、昔のような大排気量というのは時代遅れだとは思うんですよ。ただもうちょっとトルクとかパワーは欲しいかなって思ったりしました。2.5 リッターのレギュラーで、アルミホイールが19インチ20インチのアルミホイールを装着してるんですけども、すっごい迫力があるんですよ。でちなみにアルファードなんですけども、全長が4995、横幅が1850なんで、アルファードよりかでかいんですよ、この車ね。でスペックなんですけども、 FCEV 燃料電池、水素で動く車と HEV、 この2パターンあります。まあ、ここでね、ちょっと私もよく分かってなかったんですけども、 EV っていうのが電気自動車、 HEV っていうのが電気とエンジンの車、 PHEV これはプラグインハイブリッド、なんか差し込めるタイプの、家庭でも充電できるようなタイプの車になっているんですけども、このね3つありますんで、その中の HEV が新型クラウンが採用している方式となっております。とにかくね、これ外装がね、すっごいねいかつくなってかっこよくなりました。これ本当にね、もうベンツの S クラスとか BMW の7クラスとかと対等に張り合える車じゃないかなって思ったりします。今回この車を運転して思ったのが、これちょっと時代の流れなんでしょうね。パワーをひたすら追求していく高級車っていうことではなくて、これそもそも排気量が 2.5 リッターなんですよ。で、レギュラーガソリンを使用して、ターボもついてないんですよ。で、乗った感じ、やっぱり185馬力なんで、ちょっとね、パワー不足を感じたんですけども、FCEV で燃料電池を使ってるとか、HEV で電気を使って走る車っていうのに時代がねシフトしていってるんじゃないかってちょっと感じたんですよ。環境に配慮した電気自動車っていうのがトレンドになりつつあるんではないかってちょっと感じました。今回このクラウンのシリーズなんですけども、クラウンスポーツとクラウンクロスオーバー、クラウンセダン3種類乗り比べさせていただきまして、本当にね一番乗りたかったのが実はこのクラウンセダンなんですよ。昔ゼロクラウン乗ってたんですっごい気になってて、一番最初に乗りたかったんですけども、まあちょっとこれ第3弾ということで置いてる店がなかなかなくて、結構探しまくって、やっとねこの京都のねトヨタさんにお世話になったんですけども、運転した感じも昔とは全然違って、すっごいね高級感もさらに増して、さすがクラウン、これぞクラウンっていうね、もう日本の車のトップかなっていうぐらいの勢いのある車ではないかと思いました。ということで、私はこの車を買うことに決めます。買いたいんですけど、買えない状態が続いているらしくて、このクラウンもね今買うことができないんですよ。ただクラウンのね、最後、第4弾、クラウンエステートっていうのがあるんですけども、それもちょっと乗ってみて、4台の中からどれが一番いいかっていうのを選びたいって考えてるんですね。
このクラウンを運転させてもらって、本当にね走りが素晴らしい、本当にね、もうすごいとしか言いようがない。ハンドルを握った人しかこのね感動はわからないかなって思ったりします。まあ、ただねちょっとね今のところ一番気になってるのはやっぱりクラウンスポーツかなって思ったりしますんで、クラウンスポーツとクラウンエステートを比べたいなって思うんですけども、やっぱりこのクラウンセダンもすごく気になるんで、まあ、3つ本当欲しいんですけども、3つなんか買ったら大変なことになりますんでね、まあいろいろとね考えて、本当にこの車が必要なのかどうなのかっていうのを考えてみたいと思います。はい、そういったことでいろいろアップしてきますんで、皆さんよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ひさでした。